さあ、今日はお待ちかねのハンダ吸い取り機発光 FR301 の動画だよ。そもそもこれはどういう時使うものなの？ハンダ付けを失敗した時にハンダを取り除くのは結構大変。発光 FR301 があれば失敗したハンダをジュッと溶かして吸い取ってくれる簡単かつ効率的なツールだよ。なんとなく分かってきた。さあ、開けていくよ。なんだか電動工具みたいなケースだね。ふむふむ、逆だぞ。3年の保証を受けられるらしい。ただしウェブかファックスで登録が必要。3年はありがたいけど登録がちょっと面倒。お次は本体、予備のフィルター、ナスルを交換するときに使う道具、固定台、お掃除用のピンが2本。思ってたよりも大きいね。小型の電動ドライバーくらいあるかな。使うときはどうするの？まずは電源プラグをコンセントに。プラグはこの平型プラグのものを選んだ。3ピンのタイプも売ってるらしい。2種類売ってるんだね。ここのスイッチで電源オンとオフを切り替えられる。オンにするとヒーターが温まり始める。今電源がオンなのかオフなのか見た目で分かりやすいといいのだけれど、ちょっと分かりにくいかな。ヒーターの温度はそこのダイヤルで調節する。メモリを1に合わせるとおよそ 350°C にヒーターが温められる。各メモリの温度はグリップのところに書かれているよ。トリガーを引くと中のポンプが作動して吸い取りを始める。音はこんな感じ。結構音が出るね。静かさが求められる環境だと何らかの対策が必要かもね。ちなみに先端のノズルはいくつか種類が出ていて、今回は細長いノズルを導入してみた。これ交換はどうやるの？ノズルの交換はとてもスムーズ。付属のツールで簡単に交換可能。この交換作業が心地が良くて無駄にノズルを交換してしまう。そうなんだ。やけどには注意。心地のいい設計といえば、ここの筒の中に吸い取ったハンダが溜まっていくのだけれど、この取り出しも心地がいい。ホルダーを引っ張ると簡単にパイプを取り外すことができる。装置が終わったらパイプを戻してサイドのボタンを押せば固定される。かっこいい。リロード感ある。他に気になったところはある？個人的に気になったのは付属のコテ台。以前しょぼいコテ台を使って痛い目を見たことがある。この簡易的な台を使うのは少し怖いな。何があった？ということで別売だけれど FR301 用のコテ台も導入した。高さがもう少し欲しいところだけれど、とりあえず安定感と安心感は大幅に向上したよ。肝心のハンダの除去能力はどんな感じ？効率よくスピーディーにハンダが除去できてとても快適。しばらく使っていると内部にハンダが溜まって吸引力が落ちるので、こまめに詰まっていないか確認するといい。いろいろ気になるところを挙げたけれど、これは買ってよかった。これで安心して。安心して？ハンダ付けが失敗できる。失敗する気満々だな。よければ他の動画も見ていってね。それではまた次の動画でお会いしましょう。デジタルものづくりチャンネルでした。